ともくろさんです。今日は願望は願えば願うほど叶わなくなるというテーマで学んでいきます。今回学ぶ内容は、ほんとテーマ通りなんですけど、願望は願うほど叶いません。これはどういう意味かというと、まず願望というのはそれが欲しいという気持ちの表れなんですね。例えば自信を身につけたいとか、恋人が欲しいとか、あの車欲しいとか、手に入れたいという気持ちがまず願望として現れます。で、早速ここ重要ポイントです。自分が何かが欲しいと思った時は、逆を言うと今それがない状態でもあるんですよ。例えば今の例でいう自信を身につけたいという願望に対して、自分自身が自信を身につけたいという願望を持っているということは、逆を言うと今自分には自信がないということなんですね。だってもう自信たっぷりの自分だったら自信を身につけたいとさえ思わないですよね。要は満たされてる状態だったらもうそれは必要ないということです。けど自信を身につけたいということは今自信がない状態ということでもあるので、根底にはネガティブな気持ちがあるんですよ。で、人というのはネガティブなものに染まりやすいので、そのネガティブが潜在意識、無意識に刷り込まれていくんですね。で、僕たちの行動の 90% 以上は潜在意識、無意識によってできているので、その根底にある自信がないというネガティブな気持ちが潜在意識に刷り込まれて、それが当たり前の状態になって現実になっていくんですよ。ここすごくややこしく感じるかもしれないんですけど、わからない場合は何度もこの動画を巻き戻してみてください。じゃあ自分自身の願望を叶えていくにはどうしたらいいかというと、すでに自分自身の願望が叶ったかのような態度を取ることです。例えば自信を身につけたいのなら、すでに自信満々な自分を演じてみることです。そのためには大きな声ではっきり話すとか、とりあえずすぐ行動するとか、自信を身につけたいならもう堂々とした態度を取ってみることですね。で、実は僕も20代の頃本当に自分に自信がなくて、相手に何か伝えるときはおどおどするし、言葉にするときはもごもごするし、ストレスでいつも髪バシャバシャしてたんですよ。職場の上司にもお前は一体何が言いたいんだってよく怒られてました。その時、ああ自分に自信が欲しいなって願望を持ち続けてたんですけど、自信が欲しい、自信が欲しいと思えば思うほど、なんか同時に自信がないっていう欠乏感も感じてたんですね。つまりそれがないという感情です。だから自信がないっていうのが潜在意識に刷り込まれて、また自分に自信がないっていうのが現実化されていくんですよ。当時はこんなことに全く気づかなくて、ずっと自分に自信がない毎日でした。で、そこで一回堂々とした態度で仕事をしてみようって実践してみたことがあったんですよ。とりあえず間違っててもすぐ決断する、堂々とした態度で話すとか、とりあえず自信たっぷりな自分を演じてみたんですよ。そしたら不思議なことに自分の意見が相手にすぐ伝わったり、仕事で成果を出せるようになったんですね。で、そこから本当に少しずつ自信が身についていったんですよ。最初はこれ魔法、これ魔法ってすごい不思議だったんですけど、もうすでに叶ったかのように演じるっていうのはすごく僕は大切だなと感じました。なのでまずは願望を持ったら、もう願望があたかも叶ったかのように振る舞ってみること、これぜひ実践してみてください。で、あと一つ、これもぜひ覚えておいてほしいことなんですけど、僕たちの脳というのは現実とイメージの区別がつきません。例えば梅干しをイメージすると唾液が出るように、人はイメージしたものが勝手に現実になっていくというのがあります。だからこそイメージこうなりたいという願望通りの自分を演じてれば、やがてそれが現実に変わっていきます。なのであたかも自分の願望はもう叶ってるんだと思って、自分のイメージを楽しみながら演じてみてください。あとこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。